脳梗塞または脳軟化症とは、脳を栄養する動脈の閉塞、または狭窄のため、脳拒血をきたし、脳組織が酸素、または栄養の不足のため、死またはえ師に近い状態になることを言う。また、それによる諸症状も、脳梗塞と呼ばれることがある。中でも、症状が激烈で突然に発症したものは、他の原因によるものも含め、一般に、 脳卒中と呼ばれる。それに対して、ゆっくりと進行して認知症などの形をとるものもある。日本における患者数は約150万人で、毎年約50万人が発症するとされ、日本人の死亡原因の中で高い順位にある高頻度な疾患である。また、後遺症を残して介護が必要となることが多く、寝たきりの原因の約3割、患者の治療費は、 日本の年間医療費の1割を占めており、福祉の面でも大きな課題を伴う疾患である。脳梗塞は血管が閉塞する基準によって、血栓性、側栓性、血行力学性の3種類に分類される。臨床病形としては1990年のニンド3がよく知られている。ニンド3の分類では、局所性脳機能障害をティアと脳卒中に分類する。 脳卒中は、脳出血、雲膜下出血、脳動静脈期間に伴う頭蓋内出血、脳梗塞に分類し、脳梗塞は、アテローム血栓性脳梗塞、心源性脳側ラクナ梗塞、その他の脳梗塞の4種類に分類される。分類によって急性期治療及び再発予防が異なる、ナイ 9s3 では、臨床病形の特徴は記載されているが、 診断基準は示されていない。知見などでは、トースト分類やオックスフォードの分類が用いられることもある。トースト分類では大血管アテローム効果、小血管閉塞、心則潜症その他の原因によるもの、原因不明の5つの病形に分類される。診断基準があるため確実な診断が可能であるが、 アテローム血栓性脳梗塞と、心原性脳塞栓症のリスクが両方ある場合など、複数の原因が考えられる場合に診断ができなくなるため、臨床現場では使いづらい。オックスフォードの分類は、症状と画像所見から分類するものである。動脈硬化によって、動脈壁に沈着したアテロームのため動脈内空が、狭小化し、十分な脳血流を保てなくなったもの。 また、アテロームが動脈壁から剥がれ落ちて末梢に詰まったものもアテローム血栓性に分類される。アテロームは徐々に成長して血流障害を起こしていくことから、その経過の中で即腹血行炉が成長するなどある程度代償が可能で、エッシ範囲はそれほど大きくならない傾向がある。また、脳梗塞発症以前からエッに至らない程度の脳虚血症状を起こすことが多く、 このティアに対する対処が脳梗塞の予防において重要である。トースト分類では病巣機密の責任血管に50%以上の狭策があること、高速層が 1.5cm 以上であることが診断基準に含まれる。危険因子源疾患として高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙など。予防は高血小板薬、 クロピドグレルシロスタゾールジピリダモールなどによって、アテロームの成長を抑制すること、原子感に対する過料、コントロールを行うこと、また飲み水を心がけて、血流を良好に保つことである。発症基準一般的に血栓症は、動脈硬化による閉塞である。心筋梗塞の場合は、プラークの破綻によって、急激に冠動脈が閉塞する場合がほとんどだが、 脳梗塞の場合はいくつかの基準が知られている。まずは、心筋梗塞と同様にプラークが破綻する場合がある。上手に富み、繊維性皮膜が薄い場合は、不安定プラークといい、こういったプラークは容易に破綻し、血栓による動脈閉塞を起こす。血管が閉塞、狭削すると、その管流域が血液途絶を起こし、皮質枝梗塞を起こす。 強索部が急激な血管閉塞を起こすと、心源性脳側線と類似した脳梗塞が発生する。こういったことは、頭蓋外の内形動脈や頭蓋内の脳腫管動脈に多い。また、血管の閉塞や高度の強索によって、血液供給の境界領域が凍血状態となり、さらに血圧低下などの血行動体的要因が加わり拘束が生じる。 こういったことは中大脳動脈や内形動脈に多い。内形動脈に高度狭窄があり、支配領域の脳血流量低下を伴っている場合には、表層前方では、前大脳動脈、中大脳動脈皮質枝の境界、後方では中大脳動脈、古大脳動脈皮質枝の境界領域が最も、凍結状態に陥りやすいので拘束をきたしやすい。 深部では中大脳動脈皮質枝と、潜痛枝の境界領域に起こりやすい。この基準によって起こる場合は発症後段階的、海岸上の進行、悪化が見られる。発症時間は夜に多く、気象時に気がつくことも多い。もともと極めて慢性に進行してきたと考えられ、こういった拘束を起こす患者は、側腹血行炉が豊富にある場合が多く、代償が可能な間は、 臨床症状が乏しいこともある。血行力学性によるものとは一時的に血圧が下がったために脳の一部が十分な血流を得ることができなくなって、絵しに陥ったものである。血栓性や側栓性ではえししにくい分水冷領域に発症することが特徴的である。分水冷領域とは、どの動脈に栄養されているかで脳を区分したときに、その境目に当たる区域のことである。 この部分は一方の動脈が閉塞してももう一方から血流が得られるため動脈の閉塞に強い。しかし、動脈本管から遠いため血圧低下時には拒絶に陥りやすいのである。この場合は診断名はアテローム血栓性脳梗塞である。他には動脈効果が原因の脳梗塞としてアートリー2アートリーエンボリズムというものがある。 内頸動脈や椎骨動脈のアテローム効果層から、血栓が有利して、末梢の血管を閉塞する。皮質枝にも、栓椎枝にも側線を起こし得る。心源性脳側線と、同様活動時突発性発症が見られやすい。画像上は、典型的には、皮質枝、すなわち、大脳皮質に、MRI 拡散強調画像で更新合域を、認め、 散在性症候速層といった形を取りやすい。もちろん小型というのは他のアテローム血栓性能高速よりはということで、楽な高速よりは大型の病変となる。アテローム効果には後発部位がある。基本的には日本人には中大脳動脈に多い。しかし近年は欧米と同様、頸部内頸動脈の基地部に最も多くなっている。 他の後発部位としては内形動脈細本部、椎骨動脈騎部、頭蓋内椎骨動脈、脳底動脈である。アテローム血栓性脳拘束は、ラクナ拘束などより、一過性脳拒血発作が先行しやすいと言われている。閉塞動脈の支配領域の症状を繰り返しやすいという特徴がある。内形動脈病変では、一過性黒内障が有名である。 これは目動脈、網膜中心動脈領域の拒血が起こり、観測の視力が一過性に消失する。典型的にはカーテンが目の前に降りていくように暗くなると患者は訴える。椎骨動脈では回転性めまいやおうと、高温障害が起こりやすい。発作の頻度が重要であり、短時間に頻回起こっている場合は、クレッシェンドティアと呼ばれ、主観動脈の高度狭窄の存在が示唆される。 持続時間の延長は脳梗塞の危険が切迫していると考えられる。初回ティアが起こってから1ヶ月以内が最も脳梗塞が起こりやすいと言われており、特に近年の研究ではティア発症後48時間以内に脳梗塞を発症する例が多いいるため入院精査と治療が必要と言われている。アテローム消し性のティアならば、抗血小板薬を心原性やクレッシエンドティアでは、 工業庫療法を行うことが推奨されている。脳神経系の障害は、上位ニューロン障害を起こすと、内経動脈系でも起こりうる。中心全開などが中大脳動脈に干流されるからである。楽な高速は、本来、直径1.5センチメートル以下の小さな高速を意味する。古典的には下記に示した5つの病形に含まれ、先通枝領域に病変があり。 皮質は病変に含まれない。書物によっては無症候性楽な拘束という疾患も定義されるが無症候性楽な拘束と慢性拒血性変化の区別が難しく、古典的には無症候性楽な拘束は楽な拘束に含まれない。楽な拘束は蒸気の2種類とは違った基準が関わっていると見られていることからそれ自体は一つの分類となっている。 主に中大脳動脈や古大脳動脈の線通枝がガラス編成を起こして閉塞するという記事による。ただし、中大脳動脈線通枝のうち、レンズ角線状態動脈の閉塞では、線状体内方高速と呼ばれる計 20mm 以上の高速となることがあり、変麻痺や感覚麻痺、同盟反応などの症状が現れることもある。 五大脳動脈戦通枝の高速では、ウェーバー症候群やベネディクト症候群を起こすことがある。リスクファクターは高血圧。症状は、肩麻痺や高温障害などであるが、軽度または限定されたものであることが多く、全く無症状であることも多い。意識障害を認めることは、ほとんどなく、失語症、反則空間無視、病態失認といった、 神経心理学的な証拠も通常は見られない。多発性脳梗塞と呼ばれるもののほとんどはこの、ラクナ梗塞の多発であり、多発することで認知症、パーキンソニズムの原因となることがある。ラクナ梗塞であるのか、アテローム血栓性脳梗塞であるのかは、ラクナ梗塞のタイプを知っているとわかりやすい。症状が軽い、梗塞層が小さいだけでは、 判別が難しくなることもあるからである。特徴としては感覚障害と麻痺が同時に存在しないタイプが楽な高速ではあり得るということである。トースト分類では臨床症状で楽な症候群を示し線通枝領域の1.5センチメートル以内の小高速であり、病巣機密の責任血管の50%以上の狭窄は認めないものとされている。死傷高速では主症。 口症候群というものが知られている。師匠外側に病変があることが多く、人側の主相と広角周囲に限局したしびれ感、異常感覚をきたすものである。師匠の角内で主相と広角の近くを支配する部位が隣接するため生じると考えられている。楽な拘束以外では師匠症候群が起きることが多い。これも病変の大きさの問題と考えられている。 脳血管の病変ではなく、より上流から流れてきた血栓が詰まることで起こる脳拒血。それまで、健常だった血流が突然閉塞するため、エッ死範囲はより大きく、症状はより激烈になる傾向がある。また側栓は複数生じることがあるので、病相が多発することもよくある。原因として最も多いのは、心臓で生成する血栓であり、 左心房細動に近する、心源性脳側栓が多い。非弁膜症性心房細動が全体の約半数を示し、その他に、急性心筋梗塞心室流、リウマチ性心疾患、人工弁、心筋症、ホラフゼン症候群、感染性心内膜炎、被細菌性血栓性心内膜炎、心臓腫瘍などが含まれる。このほか ちぎれた腫瘍が流れてきて詰まる腫瘍側線や脂肪側線、空気側線などもこれに含まれるが稀な原因である。シャント性心疾患なども原因となりこれらはキー性脳側線症と言われ、口述する。脳側線症では効率に出血性高束を起こしやすい。これは閉塞後の血管の再開通によって高束部に大量の血液が流れ込み、 血管が破綻することにより起きる。心原性側線症の際に、高血小板療法や、コートロンビン療法が近忌である理由はこれを起こさないためである。心房細動は無症状のことも多く心機能も、それほど低下しないため、特に無症状の場合は合併する、脳側線の予防が最も重要になる。心房が有効に収縮しないため内部でよどんだ。 血液が凝固して血栓となるがすぐには分解されないほどの大きな血栓が流出した場合に脳側栓の原因となる。特に流出しやすいのが心房細動の停止した直後であるため心房細動を不要意に治療するのは禁忌となる。予防には抗凝固薬を用いる。抗血小板薬と併用することで予防効果が高まるという明確な根拠はなく現在は 工業固療法単独の治療が行われている。トースト分類では1 5トル以上の高速層があり、高度、中等度リスクの側宣言の心疾患が認められること、または複数の血管領域に多発する急性期高速を確認することが診断基準に含まれる。トースト分類では高リスク側宣言と中等度リスク側宣言が定義されている。 発症後数日後のメラで血管の再開通現象をしばしば認める。また、発症24時間以内の BNP、D ダイマーの経度上昇がある。BNP76 ピコグラム、ミリリットル、D ダイマー0.96何枚メートルリットルともに満たせば、感度87%、得意度85%で、心源性脳側進症という報告もある。 上手のような説明がしばしばなされる。その他の脳梗塞には、バット、トゥルソ症候群、血液凝固異常、動脈解離、静脈梗塞、血管炎、抗臨脂質抗体症候群が含まれる。バット楽な梗塞とアテローム血栓性脳梗塞の中間となる病態にバットと呼ばれるものがある。1989年にキャブランによって提唱された。バットとは、 潜痛枝が主幹動脈からの金傍で閉塞することによって生じる潜痛枝領域の拘束である。潜痛枝の病変であるが高血圧性の血管へ死を起こさず、アテローム効果が原因であり、直径 15mm 以上の拘束を起こす。 楽な拘束の診断の元と高血小板療法を行うが徐々に症状が悪化する例が報告されていたが、これがバットという概念にまとめられた。レンズ角線状態動脈、死傷膝状態動脈、前脈落走動脈、ヒューブナー半開動脈、死傷線通動脈、防生中胸動脈領域でバットは起こる。特に外側線状態動脈、防生中共動脈は、 後発部位である。よって、外側線状帯動脈の支配領域である、大脳器定格や防生中共動脈の支配領域である端腹側で、楽な高速を疑う、症状、病変を見たらバットの可能性を考える。頭部 MRI による画像では、血管走行に一致し、外側線状帯動脈領域では、上下に防生中共動脈では、前後に長い。 外側線状帯動脈領域では、母動脈である、中大脳動脈の血管内皮障害が少なく、線通エだけにイ部のプラークが防生中強動脈では、脳底動脈壁のプラークが主体をなしていると、考えられている。アテローム血栓性脳拘束に基づいて、工業固療法を行うべきと考えられているが、治療法は確立していない。アルガトロバン・シロスタゾール、 エダラボン併用療法など様々なカクテル療法も試みられている。乖離によるモノ動脈内膜の損傷により、内膜と中膜の間に乖離空が形成される。外傷でも起こるが自然にも生じる。乖離のために、動脈内空が狭窄したり閉塞したりが相膜に、動脈流様の拡張をきたしたりする。近年は、椎骨動脈系で多い。 大したリスクのない若い人が突然の頸軽物に伴って発症することが多い。バレンベルグ症候群を呈することもよくある。脳動脈解離は画像診断の進歩によって明らかになった概念であり、若年性脳梗塞の最大の原因であり、蜘蛛膜下出血の原因としても重要である。蜘蛛膜下出血を認める水骨動脈解離は知識的な再出血を予防するために、 直ちに外科的手術を行う。血管内治療が第一選択となる。帰離空と、高下小脳動脈、全脊髄動脈、潜痛枝の位置関係、体側椎骨動脈の管流状況を確認し、血管内治療、解凍手術あるいはこれらを組み合わせて治療を行う。外科的治療が困難な場合は、再出血防止のための保存的治療を行う。 雲膜下出血を伴わない、頸部動脈解離では、保存的治療が第一選択となる。心筋梗塞と大動脈解離は、治療が大きく異なるが、脳動脈解離では治療は、脳梗塞に準ずる。解離や、出血の誘発を行わない程度に、脳梗塞の治療を行う。カタクロットや、バイアスピリンといった抗血小板薬は、 未破列動脈瘤の出血率を上昇させないというエビデンスがあるため、血圧を正常からやや低めに保ちこう、血小板療法を行う。帰りの進行が認められたら、外科的処置を検討する。近年はステントなど、外科的な治療も試みられており、特に慢性閉塞性血管障害では、良い適応となっている。頭痛や、 頭部痛などの血管の乖離による症状と乖離に伴う脳拒血もしくは出血症状が認められる。イノタイマルフラップ、ダブルルーメンといった直接所見、パールストリングサイン、ストリングサイン、パールサイン比較的広い範囲のリボン様の不正強作、テーパードオークルージョンなどの間接所見が知られている。慢性期には壁内血腫が認められることもある。 壁内血栓の出現と消失を確認し、動脈解離と診断することもある。統計部動脈解離の原因としては、外傷性、異元性、特発性に分類される。特発性では、基礎疾患として、結合組織疾患が存在することがある。代表的なものとしては、繊維筋形成不全、脳膀性中膜へし、マルハン症候群、骨形成不全症、 家族性多発脳法人、男性繊維性黄色種、エラースダンロス症候群などが挙げられる。出血に対しては、再出血予防のため出血部の閉塞の外科的処置を行い、拒血に対しては、保存的治療が大事である。帰離性動脈瘤を合併している場合は、注意が必要である。炎髄には、心臓血管中枢、呼吸中枢があるため無呼吸や、低換気。 不正脈による突然死に注意が必要である。トゥルソ症候群後天性凝固異常症の一つとなるが悪性腫瘍の遠隔効果による血液凝固異常により脳卒栓症をきたすことがある。胆眼患者に合併する血液凝固異常、協議ではそれによる脳梗塞をトゥルソ症候群という。この症候群を初めて報告したフランスの内海。 アルマントルーソーの名前を冠している。トゥルソ症候群の原因となる悪性腫瘍として頻度の高いものは固形癌であり、腺癌、特に無菌酸質腫瘍が多いとされている。固形癌の中では乳癌や子宮癌など不人化腫瘍が最も多く、肺癌、消化器癌、腎臓癌、前立腺癌なども多い。悪性腫瘍に伴う血液凝固異常は D ダイマー。 FDP、PIC といった二次専用系マーカーが異常高値を示すことが多い。二次専用系マーカー異常高値を示すものとしては、胸腹部大動脈瘤、重度の深部静脈血栓症などがある。キー性脳足栓症や、心源性脳足栓症では、D ダイマーは高くとも 5.0mg、デシリットル程度であり FDP や PIC は、正常範囲にとどまることが多い。 胆脳癌患者における脳梗塞の成因の多くはディクに併発した非細菌性血栓精神内膜炎による心源性脳側栓症であり、ついでトゥルソ症候群、細菌性側栓、腫瘍側栓、脳上脈、蒸脈道血栓症などが挙げられる。トゥルソ症候群の治療法は低分子ヘパリンが有効であるが、予後を左右するのは原疾患の治療である。脳上脈、 静脈等々血栓症の静脈。静脈等々血栓症は、脳の静脈あるいは静脈動が閉塞して、静脈管流障害が起こり、頭痛、痙攣、意識障害などの症状が、急性あるいは、ア急性に発症する疾患である。全脳卒中の1%未満であるが、決して稀な疾患ではない。症状は多彩であるが、頭痛、痙攣意識障害が、急性ないし、 悪急性に認められた場合は CVT を鑑別する必要がある。50歳未満の女性や子供に多いとされる。妊娠、産褥、悪性疾患静脈動に隣接する耳、乳突蜂腹副臭の感染、細菌性髄膜炎などから波及する場合、凝固更新状態など多彩な病態を基礎に発症する。DE ダイマーが正常値であれば CVT の可能性は低い。 水位を含む MRI で血栓化した静脈、または静脈度を確認し、MRV でそれと同じ静脈が病出されないことを証明するのがゴールドスタンダードである。大規模な臨床研究で有効性を検討したものは、ないが急性期はヘパリンの持続点滴で治療されることが多い。早期に診断して治療ができれば予後は比較的良好である。原因疾患があれば、 それの治療、痙攣、脳不腫に対する治療も併用する。再発予防は3ヶ月から12ヶ月のワーファリンと原因疾患の治療である。脳アミロイドアンギオパチーノを血管にアミロイドが沈着することで血管壁が脆弱化したり、内空の狭削、閉塞が生じ、その結果脳出血や脳梗塞が生じる。ボストンクライテリアで診断される。 繊維筋性形繊維上症弱年性脳拘束の原因の一つとして、欧米では多数報告されているが日本では稀である。遺残原子血管血管の気形によって、動脈硬化が進行する場合がある。カデシルとキャラシルカデシルを疑う場合の臨床的特徴は、40から50歳と比較的弱年発症、脳卒中のリスクファクターを許さない、楽な高速発作を繰り返し、 次第に進行して火星球麻痺や認知症症状を、呈する、家族に類似症状を認めることである。常染色体優勢遺伝形式をとる、若年性脳拘束を見た場合、特に小血管病変の場合は、カデシルを疑う。カデシルには病気としては3期知られている。第1期は前兆を伴う、変頭痛と MRI にて、境界鮮明な深部白質病変が認められる。 第2期では、ティアや脳梗塞を生じたり、鬱つなどの精神症状が出現し、MRI で、深部白質の融合性病変、ラクナ高速層を見る。第3期では、認知症や火星球麻痺、MRI では美満精深部白質病変のように、進行してゆく。カデシルの診断基準ではダバスらのものが知られている。病理学的には、 脳実質小動脈の中膜筋層の変性、消失と外膜の繊維性飛行及び血管兵器のヒアミロイド性の抗酸性パス陽性下流沈着で確認される。確定診断では遺伝子解析でノッチ3変異を確認するか皮膚、筋聖剣でノッチ3細胞外ドメインに対する抗体を用いた免疫染色でゴムを確認することが必要である。重要な類似疾患に キャラシルがある。高血圧を伴わず細動脈硬化によって生じる白質脳症であり常染色体劣勢遺伝を示す疾患である。白質脳症と30歳代から進行する認知症はキャラシルと類似するが反復性の腰痛や変形成績椎症特等はキャラシルに特徴的な所見である。ハトラ1遺伝子の機能喪失から生じる。 TGFβ ファミリーシグナル伝達系の抑制不全が細動脈効果に関与している。病理学的には血管内皮の増殖が著名であり、中膜の TGFβ1 の発現の増加とともに内膜では細胞外マトリックスの発現増加が見られる。有効な治療法は見つかっておらず、高血栓薬が用いられるが有効性は確認されていない。 血管炎によるもの血管炎としては、高臨脂質抗体症候群、全身性エリテマトーデスによるものが、若年性脳梗塞の原因として有名である。原発性高臨脂質抗体症候群とするなどに、合併する、続発性高臨脂質抗体症候群が知られている。全身の血管に血栓が形成されるが動脈にも、静脈にも、 血栓形成が起こり得るのが本疾患の特徴と考えられている。動脈系血栓の約90%が脳血管において起こるとされている。後輪脂質抗体陽性例のうち、血栓症を合併するものは20から30%とされており、大部分の症例では血栓症は生じない。しかし、一度発症した症例のうち、 半数以上で繰り返し血栓症を起こすことが知られている。静脈血栓症にはワーファリンを使用し、動脈血栓症に対しては少量のアスピリン療法などが行われる。一般検査においては、血小板減少、アプト延長、梅毒血栓反応生物学的に性陽性などの初見、気温に、習慣性流産、血栓症の気用があれば、 高臨脂質抗体症候群を疑う。これらの所見がなくとも、若年者での脳梗塞やリスクファクターが少ない症例では、高、カルジオリビン、ベータ 2GPI 抗体、ループスアンチコアグラント、高プロトロンビン抗体などの検査を行うことがある。原発性脳血管炎は、中枢神経に原曲した血管炎であり、主に脳や脊髄の軟膜及び、 脳実室内の長径200から300マイクロメートルの細動脈から中動脈レベルの血管が障害される。原因ははっきりとはしておらず、マイコプラズマ、水頭体上方針ウイルスなどの感染を契機に血管炎を引き起こす例や血管にアミロイド沈着などが認められ複数の原因の関与が示唆されている。症状の進行は一般的に 過急性の経過をたどることが多いが、痙攣などで急性に発症する例や頭痛が持続する、慢性の経過をたどることもある。臨床症状としては認知機能低下83%、頭痛56%、痙攣や、発熱30%、脳梗塞14%、脳出血12%の順に多く脊髄血管も、障害された場合はそれに応じた症状が出現する。 40から60歳発症が多く、男女差はない。診断のゴールドスタンダードはカテーテルによる脳血管増影、脳性検などである。全身性炎症反応は乏しいが、随液検査では何らかの異常が認められる。MRI では、血管炎に線尾なって単発、または多発の白質、開白質の脳梗塞層や出血層が確認され、腫瘍状に見えることもある。 また、小血管炎の結果、白質病変が認められる。血管増影では小動脈の拡張、強窄を示しビーズ状と称される。その他周辺の血管や、そこから外れた血管も、不揃いで閉塞や途絶が認められる。治療は、血節性多発動脈炎の治療に準じて、ステロイドとシクロホスファミドの併用療法などが行われることがある。 高安動脈炎は大動脈及びその気管動脈、冠動脈、肺動脈に生じる大血管炎である。若年女性の微熱、めまい、炎症反応高値、血管雑音などが特徴とされている。本疾患に特異的な血液、生化学検査はなく、CRP や血沈、白血玉数、ガンマグロブリン、貧血の有無から、高安動脈炎の活動性の評価を行い、 並行して、液化し先生の検討の評価を行う。父長はステロイドであり、増応期拘束予防のために、高血小板薬を用いることもある。神経ベーチェット病は、ベーチェット病の約10から20%に認められる。約2から5倍男性に多い。20から40歳が後発である。神経症状は発症後3から6年後に出現することが多いが、 神経症状が初発となる場合もある。神経ベーチット病の分類は、実質性、病変80%と非実質性、病変20%に分かれ、実質性病変はさらに急性型、慢性型に分かれる。急性型は、髄膜炎症状局所症状を示し、ステロイド反応性良好である。慢性型は急性型の経過の後に、神経障害、 精神症状が進行する。脳幹、大脳、小脳の萎縮を伴い、髄液ルマイナス620ピコグラム、ミリリットルなどが特徴的な検査所見となる。ステロイド抵抗性であり MTX 少量パルス療法がが有効とされている。目、ね、ベイチェット病と用いられるシクロスポリンは、神経ベイチェット病を増悪、誘発させる。急性型は血管炎と考えられている。 飛行性硬膜炎は様々な原因で脳や脊髄の硬膜が飛行し、病変部位に応じて頭痛や脳神経麻痺、痙攣や脊髄や迫症状など様々な症状を来たす症候群である。造影 c t や造影 m r i にて造影効果を伴う硬膜の飛行が認められる。原因としては感染症の続発や暗化、関連血管炎症候群。 イグイオン関連多臓器リンパ増殖症候群などの報告がある。治療はステロイドが主体となっている。精査後も明らかな原因を特定できなかった脳梗塞のこと。再発予防はバイアスピリンが監修上用いられるが、長期経過観察例ではホールターエクグにて心房細動などが検出できなかった心原性脳側線症が多く含まれていると考えられる。 若年性脳梗塞若年者脳梗塞の病形と、性因は、中高年のそれとは大きく異なる。中高年の場合は、動脈硬化に基づく、心血管疾患や心房細動の関与が大きいのに、対して40歳以下の若年性脳梗塞は、動脈硬化や心房細動の影響は少なく得意な、原因によるものが多い。後輪脂質抗体症候群、ウィリス動脈輪閉塞症、 血管炎や、凝固異常、キー性脳側測症などが原因としてよく知られている。キー性脳側測症とは、静脈で生じた血栓が、右神経左心短絡炉を介して、右神経から左神経に流入し脳側測症を発症する病態である。シャント性疾患としては卵塩甲解存症、肺動静脈炉、心房中核血損症などが知られている。 頻度は脳梗塞連続例を対象とした検討で5%程度である。法ンクリプトジェニックストロークスタディでは脳梗塞を発症し、頬が見つかったものの深部静脈血栓症や即栓原精神疾患を許さない症例では、ワルファリンとアスピリンによる治療効果は同等としている。心房中核流がある場合は再発のリスクが上昇するとされているが、 その再発予防に関しては結論が出ていない。また、シャントのカテーテル的閉鎖術に関しても、長期予防や閉鎖後の高血栓療法の指針などは示されていない。洗浄体内方法則一部バットと重複する概念である。バットはトースト分類で原因不明の脳梗塞となる必要があるが、戦状体内方法則では、 内形動脈狭窄や心房細動などの例が含まれても構わない。どんなんらの分類では、線状体内方高速を、心源性脳側線症、内形動脈閉塞群、中大脳動脈筋 EV 上群、性因不明の4群に分類している。中大脳動脈筋 EV 上群がバットに該当する。数本の線通枝領域を含む大きな高速を形成し、 皮質領域は、拘束が免れるが、ラクな拘束では通常は生じない。失語症、死や欠損、失効、失忍などの皮質症状を起こすこともしばしばある。ビンスワンガー病白質病変を特徴とする脳、血管性認知症として知られる。多発ラクな拘束性認知症とともに、日本の脳血管性認知症の約半数を占める。皮質化血管性認知症に分類され、 脳症血管病変を主因とする。多発性脳拘束多発性脳拘束や全身に多発する拘束を認めた場合在は、心源性脳側線症を念頭に治療を開始し、それと、並行して側線源となりうる心疾患などの検索を行う。原因となる疾患としては、非弁膜性、心房細動が高く、その他としては、リウマチ性心疾患。 特に僧帽弁協作症、急性心筋梗塞、心室流、人工弁、砂防粘液種、急性脳足栓症などが挙げられる。非心原性脳足栓症の原因としては、大動脈弓や早径動脈など頭い、内外主管動脈の動脈硬化性病変より有利した血栓が、足栓源の頻度が高い。アンチトロンビン酸欠乏症、プロテイン C 欠乏症、 プロテイン S 欠棒症などの先天性、凝固異常症や高ン脂質抗体症候群、発種性血管内凝固症候群、悪性腫瘍の遠隔効果などの後天性、凝固異常症などが原因となる。脳管高速救急室での脳高速の鑑別では、低血糖、痙攣、大動脈解離に伴う脳高速などは、治療法が異なるため重要な鑑別疾患となる。その他、 稀であるが重要な疾患を述べる。一過性前健房一過性前健房とは、認識や知能が保たれている状態で突発する、著名な近似記憶障害、逆行性健房で、自分の置かれている状況が理解できず、同じ質問を何回も繰り返す特徴がある。発作持続は6から7時間程度で、逆行性健房の短縮を経て改善する。 キャプランの診断基準やホッチの診断基準が知られている。発作目撃者の情報が得られる。神経症状は、前行性あるいは逆行性の健忘、一過性記憶障害のみ、発作は24時間以内に消失する、最近の外傷や2年以内の転換がないの4つが重要な特徴である。ホッチらによると年間発症率は3、10万人、平均年齢は62歳。 再発率は13%であり、発作持続時間は15分から12時間である。誘因としては、精神的、身体的ストレス、冷水浴情動変化、成功、血管増営、運転、カラオケなどが報告されている。トゥガの病態としては、パパズの記憶回路を含む海馬、大脳変縁系の一過性代謝障害が考えられている。メラス家族歴を有する。 若年性糖尿病、難聴などを特徴とするミトコンドリア脳筋症の一つにメラスがある。メラスは血管壁ミトコンドリアの機能不全による痙攣発作、不全変麻痺や反毛などの脳卒中様発作を繰り返す。脳卒中様発作は高等用、頭頂用でしばしば認められ、病変分布が支配領域に一致しないための脳卒中様発作と言われる。 RPLS, プレゼンツ RPLS は1996年にヘンチイラによって提唱された概念であり、高東洋を中心とした白質脳症を提示、頭痛や視覚障害、意識障害などの症状を示す。その病変は可逆的なものである。高血圧性脳症、尿毒症、痴漢、急性腎炎、抗原病、化学療法、 免疫抑制剤投与などが原因となることが知られている。通常は収縮期血圧200から220水銀中ミリメートル以上、拡張期血圧120水銀中ミリメートル以上を示すことが多い。若年者では収縮期血圧150水銀中ミリメートル程度で発症する場合もある。免疫抑制剤の場合は薬剤の内皮細胞障害などが原因と、 考えられている。基本的な病態は、血圧自動調節脳の上限を超える、血圧上昇による BBB が破綻し、血管透過性更新によって、血管性不腫が起こるとされている。急激な高圧は、脳拒絶を起こしやすいため、容量を調節しやすい静脈薬で、開始1時間以内で、平均血圧の25%以内、次の2から6時間で160。 100から110水銀中ミリメートルを目標とする。クリセリン製剤を併用することもある。その他の治療としては、痙攣を合併した場合は抗転換薬の投与である。ティアに関しては定義の混乱が認められる。1990年の厚生省の基準では、脳拒血による局所神経症状が出現するが24時間以内に完全に消失しかつ、頭部 CT にて、 責任病層に一致する、器質性病変が認められないとされていたがその後の MRI の普及によって、上記の定義を満たしていても拡散強調画像で、更新合域を認めることが非常に多く、脳梗塞の経過を取るものも認められた。そのため2002年ザ・ティアワーキンググループでは、ティアとは、局所脳拒血あるいは、網膜拒血が原因による、短時間の神経症状による症状であり、 通常は1時間以内に症状は消失し、急性脳梗塞の所見を伴わないものとした。いずれにせよ、緊急 MRI が行えるか否かで、診断名は変わってしまうということである。アブクドスコアを用いて、脳梗塞の進展の予測が可能である。MRI における拡散低下病変やメラにおける、動脈硬化性変化を含めると精度が向上するという報告も存在する。 ティア発症後2日以内の脳卒中のリスクは3点以下では1.0%、5点以下で4.1%、6点以上で8.1%とされている。糖尿病を除いた ABCD スコアでは1週間以内の脳卒中のリスクが評価されており、4点では2から4%、5点では12から28%、6点では28から36%とされている。 ティアの概念が浸透するに従って、一過性の神経症状すべてがティアと診断されがちになっている。以下にティアに特徴的でない症状、ティアと考えがたい症状をまとめる。ナインズ3では、局所性脳機能障害イコールティア脳卒中である。局所性脳機能障害とは、脳の機能局在で説明できる神経脱落症状である。失神は、 脳の全般的な一過性拒血であり、局所性脳機能障害である、脳卒中ではない。脳卒中で意識障害を起こすことはあるだろうが、その場合は広範な脳梗塞になったら起こるものである。一過性の意識障害のみで、極在性脳神経障害が伴わなければティアは疑わない。しかし、非常に稀だが、回転性目前のみの脳梗塞なども知られており、 除外は慎重に行う必要がある。MRI 画像上は拡散低下が認められないのがティアであるが、画像上拡散低下が認められるものの結果、持続時間がティアとなるものを TSI と区別することがある。これは、拒血精神疾患でいう不安定狂心症に相当すると考えられている。長級世紀においては、 DWI にて高信号を示すが、ADC マップにて低信号を示さないこともあり、これは多くの場合ペナンブラであると考えられている。この画像所見は、脳梗塞の数度ノーマリゼーションと経過で区別する必要がある。脳梗塞は、エシした領域の症状で発症するため、症例によって多彩な症状を示す。症状から責任病相を決定することができる。 AHA のガイドラインでは一般人が脳卒中を疑うきっかけとして次のような症状、症候を述べている。これらの症状が認められた場合は早期に医療機関の受診が望まれる。その他以下のような症状も代表的である。上記症状の重症度は日本の医療機関であればナイスでプレホスピタルでは KPSS で評価されることが多い。 自分や家族で行えるファストと呼ばれる確認方法がある。アメリカマサチューセッツ州公衆衛生局による啓蒙キャンペーンではビデオアニメーションも制作されている。神経内科、または脳神経外科が行うが、発症後3時間以内の長久世紀では迅速な対応が必要であり、救急科が行うことも多い。上記の素症状のほか、上位中枢の障害を示唆する。 衰退路調候や眼球運動異常などから高速部位が推測できる。神経学的所見から脳高速の客観的な重症度を記載する方法としていくつかのスケールが提唱されている。最も簡便で臨床的に多用されているのはナイスである。これは長久世紀の血栓溶解療法を実施する際には必須の項目となっている。 一般的な血液検査上は特徴的な所見はないが、血栓性では血小板機能を調べると更新していることがある。ただし、血液検査から高脂血症、糖尿病などの基礎疾患を評価する意義は大きい。上級正規の血栓溶解療法を実施する際には、高血糖や低血糖などの絶対禁忌項目がある。ため、血液検査は必須となる。 脳梗塞は8時間以内の超急性期なら、血栓溶解、それが不可能ならば、物理的除去による血栓の解消が第一選択となる。この時点ならば、まだエシを起こしておらず、ペナンブラと呼ばれる、拒絶症状を起こしているがまだ生きている細胞のみの段階で治癒できる可能性がある。特に血栓溶解療法は、制限時間が極めて短いため以内、 自体は寸病を争う。上級世紀の治療は20世紀末から相次いで診療法が登場しているが安全性などの確認が未だ不十分なところがある。8から24時間の9世紀には主張とフリーラジカルによって医師が進行することを阻止するのが第一となる。また最高速も予防する必要がある。そのため血栓性と見られる場合には 工業公約を用いながら、グリセリンやマンニトール等で、結晶浸透圧を高めて、脳負腫の軽減を、発症24時間以内に、枝らボンで、フリーラジカル酸性の抑制を図る。また、高速とペナンブラの境界部位の血流保持も、図られる。アテローム血栓や側栓症の場合、発症直後以内であり、設備の整った医療機関であれば血管内科テーテルによって、 RTPA を局所静脈内投与する血栓溶解療法が可能である。これは血栓の主成分であるフィブリを溶かすプラスミンを活性化させる作用を持つ。日本脳卒中学会では RTPA 常駐療法適正治療指針第2版2012年10月を公開している。また、ウロキナーゼの動脈カテーテルは発症6時間以内に適応可能である。 しかし、ウロキナーゼは、RTPA に比べ血栓溶解作用が弱く、失血の副作用は起こりやすいため、双方使える環境ならば、RTPA が第一選択になる。ウロキナーゼの静脈注射は6時間以降も行えるが、効果はさらに劣る。アルテプラーゼとしては、アクチバシンやグルトパが主に用いられる。血栓溶解療法が有効な例の目安としては、 発症から3時間以内に治療開始できることである。またあまりに重篤な症状がある場合は慎重投与となる。ナイスでは5から15点あたりが積極的な適応となる。MCA 領域の1、3以上に CT で病変が認められるときは行わない。また出血のリスクの評価として、器用歴、血小板数、PT インドル P、1.7あたりを指標とする。 高血圧は出血のリスクとなるが、常駐時に185、110以下にコントロールできていれば問題はないと考えられている。管理指針では、RTPA 投与中の1時間は15分ごと、その後投与開始から7時間は30分ごと、その後24時間までは1時間ごとに、ナイスといった神経学的評価を行うことになっている。 RTPA の常駐を行った場合は24時間以内は、高血栓療法は禁忌となる。したがって、RTPA とウロキナーゼ動脈カテーテルは併用できない。しかし24時間以後は高血栓療法も用いるのが一般的である。RTPA 常駐療法適正治療指針、第2版2012年10月によると治療適応は、確認事項、禁忌事項、 身長投与の3群に分けて評価される。2016年9月の改定で一部緩和された。以下に概略をまとめる。1995年の米国の報告では、ほぼ無症状にまで回復したのは31%で、対象の20%より優れていた。また、死亡率も17%と、対象の21%より優れていた。 一方、脳出血の副作用も6.4%と対象の0.6%より大幅に増えていた。2002年から2004年にかけ、日本での治験が行われた。発症後3時間以内の脳高速103人が、対象で体重 1kg あたり 0.6mg と海外容量の2、3が投与された。3ヶ月後の結果は、障害なしまで、 回復36.9%、死亡9.7%であった。また、36時間以内の脳出血は5.8%あった。この結果から、海外の二、3の容量で、同等の効果が得られると報告した。こうした知見の結果、日本国内の治療でも2005年10月から、RTPA のうち、 アルテプラーゼの静脈内投与による超急性期虚血性脳血管障害の治療について健康保険適用となった。当初は発症3時間以内が適用対象となった。心筋梗塞の治療で RTPA を使うときも承認前1.76%、市販後1 4例の脳出血例が報告されている。脳拘束専門病棟など整った施設において、 慎重に適応を選び十分な説明と同意の元進められる治療法であろう。また、4.5時間以内の治療開始の条件を満たすためには患者自身の状態以外にも RTPA による治療が可能な病院がどこにあるかといったことを救急隊、病院、自治体間で共有、連携していなければならない。AHA のガイドラインでも急性機能卒中が 疑われた場合 RTPA 治療の可能性を考え救急車による搬送をすべきであるとされている。2008年の診療報酬改定により厚生労働大臣が定める医療機関に対し RTPA を使った治療を行った場合に算定できる長久性機能卒中加算が定められた。今後は行政レベルでの対応も必要になると考えられる。 2012年8月31日 RTPA 適用症を発症3時間以内から4.5時間以内に拡大した。血管治療も参照血栓溶解療法に次いで登場したのが血栓自体をワイヤーなどで絡め取りあるいはポンプで吸引して取り出してしまうという治療である。血栓回収療法の適用は発症8時間以内に限られる。発症6時間以内に 本療法を RTPA と併用する推奨グレード A。RTPA が無効、非適用だった場合、発症8時間以内の主観脳動脈閉塞であれば、本療法を考慮してもよい。神経脱落症候を有する中大脳動脈側線性閉塞においては、来院時の症候が中等症以下で CT 上高速層を認めない家計微な高速に止まる場合は、本療法ではなく、 選択的局所血栓溶解療法が優先される。当初は RTPA での治療を使えない、効果がなかった時のみの適用とされたが、2015年4月、日本脳卒中学会、日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会が共同で示した指針では、発症から6時間以内の主幹動脈閉塞による急性機能拘束に対し、 RTPA を含む内科治療に本療法を追加することによる効果は科学的根拠があると結論づけた。一方、広報循環系の主観動脈閉塞や発症から6から12時間、それ以降の症例については未だ有効性の知見が集積されていないとした。いずれも顕著な副作用は報告されていない。失敗時の病状悪化も指摘されたが、 急激に治療法としての地位を確立している。2015年には RTPA を上回る治療成果を上げたとする報告も出てきた。総合東京病院の渡辺貞代新長はソリティア FR 血栓除去デバイスによる血管再開通率は9割前後まで高まったとしている。また2015年2月11日、カナダ。 カルガリー大学のマヤンク・ゴヤールらの研究グループがザニュー・イングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに報告したところによると300人の脳梗塞患者を対象に血管内治療と従来の治療効果を比較した対象となった患者は比較的軽症で発症12時間以内に治療を開始した結果として血管内治療を受けていたグループでは最初に CT で血管の状態を確認してから血流が回復するまでの平均時間は84分だった。血管内治療後、自立可能にまで回復した割合は53.0%で対象の29.3%より高かった。また、死亡率は10.4%で対象の19.0%より優れていた。一方、症状を伴う 脳内出血は3.6%で対象の2.7%より高かった。ただし脳内出血の確率は統計上の優位差ではないとされた。以下はいずれも商品名による区別で一般名は中心循環系即戦除去用カテーテル。商品によって近畿となる対象は異なるため治療時は十分注意が必要である。発症して時間が経って 血栓溶解療法的要害となったアテローム血栓性拘束や楽な拘束であれば、オザグレルナトリウムアルガトロバンなどを発症早期に投与する。ただし、心原性、側栓症ではこれらは禁忌であり、ヘパリンなどが用いられる。二枝病変や感染精神内膜炎が存在する場合は出血のリスクが高く、高血栓療法は控えるのが一般的である。 抗血栓薬の併用療法はよく行われ、アスピリンと硫酸クロピドグレルは、発症3ヶ月以内の併用が、出血を増加させることなく再発予防に有効であった。アスピリンとワーファリンの併用は出血のリスクが高く、一般的ではない。また、1年間以上の抗血小板薬の併用は、再発抑制効果が実証されておらず、 出血のリスクは高まるために行わないよう勧められる。その一方でアスピリン、またはクロピドグレルのどちらかにシロスタゾールを追加しても安全性に差はなくシロスタゾールを追加した方が脳梗塞再発予防効果も高いという報告もある。脳梗塞の予後はリハビリテーションをどれだけ積極的に実施できたかによるところが大きい。 病床で安静にする期間をできる限り短くし、早期から日常に近い生活を目指すことが重要である。長急性期リハと呼ばれる発症当日からのリハビリが最も有効であることが示されている。麻痺の回復過程では一部の筋肉を動かそうとすると、複数の筋肉が動いてしまうという、共同運動という現象が見られることが知られている。 肩麻痺の回復過程に関してはいくつかの報告がある。発症時にブルーンストルームステージが法以上であれば6ヶ月以内にほぼ完全に完全回復に達するとされている。また発症後2週間以内の時点でブルーンストルームステージが法以上に回復すればほぼ8割でステージ6まで回復するとされている。発症時に軽度の麻痺であるほど、また発症早期に 軽度の麻痺まで回復するものほど予後は良いとされている。麻痺の改善は2ヶ月ほどで、プラトウに達するが、1年程度まではなだらかに回復することもある。麻痺の回復程度は、年齢と重症度に依存し、完全麻痺や高齢ほど回復しにくいとされている。運動能力は6ヶ月1年が、プラトウの目途となる。一方、カビラ・カズミの開発した、即通反復療法では、 麻痺を回復させたい部位をピンポイントで刺激するなどの療法で1年以上経過した患者にも効果があるとしている。高事の機能障害についてはエビデンスベースドレビューオブストロークリハビリテーションによると2、3の患者が何らかの障害を発症する。注意障害が最も回復しやすく、記憶障害は回復しにくい。また、認知症のリスクが最大で10倍になる。 16から20%の患者は改善する。身体能力に比べ、リハビリテーションの効果はやや劣る。大部分の回復は発症後3ヶ月以内に起こるが、少なくとも1年間は回復が続く可能性がある。記憶障害の有病率は3ヶ月後で23から55%、1年後で11から31%であった。リハビリは代償的ストラテジーが、 記憶障害に効果がある可能性がある。ジェスチャートレーニングは、執行に対して効果的である。薬はガランタミン、ドナプレジル、ニモジピン、メタンチンなどの薬効が報告されている。失語症は十分なリハビリにより回復の見込みがある。回復は発症後1から3ヶ月以内が、最も大きく、1年間は回復が続く。それ以降は回復は、ごく穏やかに、 あるいはプラトンに達して見られなくなる。再発予防のための工業庫、高血小板薬を使用する上で問題になるのが出血性拘束である。これは、えした血管に血流が再度流れ込むことで血管壁が破れ脳出血に至った状態である。これは特に広範な脳拘束で問題となる。そのため側線性などの広範な症例では拘束の 進行停止を見極めてから慎重に開始し、その後も CT で出血の有無をフォローアップすることが欠かせない。高速原因の特定は、その後の再発予防計画を立てていく上で非常に重要である。まずは、気用歴や生活習慣の聴取によってリスクファクターをまとめるほか、心エコーによって心房内血栓の有無、ホルター心電図によって不整脈の有無、 軽動脈エコーによるプラークの有無を調べたりなどの評価が必要となる。高血圧や非弁膜症性の心房細動があれば、そのコントロールは特に重要である。脳梗塞の病理像は、虚血性死の病巣修復過程に関わる一連の生体反応から成り立っている。病理学的には、肉眼的に蒼白に見える貧血性梗塞と出血を伴う、 出血性高速に分類される。マイクロビリーディングは T2Y にて、基定核領域、脳幹部、大脳皮質下に認められるほぼ円形の均一な低信号域を示す。生理的切開化や血管内血栓が画像上の間別となる。脳内微小出血であるが、RTPA の除外項目に含まれておらず、急性期治療では治療方針には関与しない。 脳アミロイドアンギオパチーでは多数認められる。CMB が5個以上認められる場合は出血のリスクがあるため慢性期に高血栓療法を中止すること考慮する。しかし5個未満の場合は CMB があること自体が脳梗塞リスクとなるため高血栓薬の中止はしないことが多い。これらは2010年現在十分なエビデンスが集積していない。 脳卒中発症後1から2週間以内における、痙攣発作のことである。脳の代謝の変化によって起こると考えられている。発作型は、部分発作あるいは、部分発作の全般化による、直感大発作が多い。稀に痙攣なく神経脱落症状を示す、インヒビトリー性ずれも認められる。出血性脳卒中に多く、特に皮質を含む病変では起こりやすい。アーリー性ずれは、 慢性期の再発は少なく継続的な、抗転換薬の処方は必ずしも必要ではない。高齢者の脳 MRI には無症候性脳梗塞、無症候性大脳白質病変、拡大血管周囲空があり、これらの判定にはかなりの混乱が認められている。日本脳、ドックガイドライン2008での鑑別基準をまとめる。脳梗塞の画像経過からも示されているように、 画像のみで区別するのは難しいが、無症候性の場合は T1Y とフレアで低信号を示すと、ラクナ高速や血管周囲空の拡大とするのが一般的である。血管周囲空とラクナ高速の間別は、線上の形、位置の他に周囲のフレアで高信号を伴う場合は、ラクナ高速、伴わない場合は、血管周囲空を疑うのが一般的である。 これは、楽な拘束にて、組織欠損、空洞化した後の所見と考えられている。内部信号は、CSF と同様となるのが特徴的である。無症候性楽な拘束という概念自体、書物により存在を認めない場合もあるが、画像診断学では存在する立場をとっている。病理学的には、PVH も DWMH も、随称の泡名化と、 血管周囲空の解体とされている。PVH では、細胞外空の拡大、DWMH では、微小拘束を伴うことが多い。両者とも細動脈効化に伴う、慢性拒血性変化と考えられている。高度なものは無症候性脳拘束と同様、脳卒中の強力な危険因子であり、認知障害や、うつ病の関連も強い。 高圧療法の積極的適用が推奨されている。一方、軽度の場合は病的な意義はないと考えられている。軽度の DWMH は楽な高速との鑑別が問題となる。慶応義塾大学医学部のグループは、ペルオキシレドキシンによる症状悪化のメカニズムを発見した。ペルオキシレドキシンは炎症細胞を活性化させ、脳高速した部分の拡大、麻痺。 痺れなどの神経症状の悪化に関わっていた。ありがとうございます。